ム会員限定コーナー、よっしゃ。ということでこちらそれぞれグループから一人ずつ絵心がないかもと思われてる代表者来てもらいました、はい、あの井出さん、はい、恥ずかしいっす五郎丸。なんですか。いや絵下手って。いや、あの多分200年経ったら俺多分すげえ認められると思う。知ってる。ゴッホ的な。ゴッホ的な。今後印象派。印象派。あれもう宇宙レベルなんで。確かに、でも現世ではもう絶対評価されない。そう、現世はね、まだみんな見る目がないってか、追いつかないんですよ。合わない。ピントが合わない。と思う。まあそしてテグンさん。そうなんです。テグンもひどいな。いやでも僕は自分がなんで今ここにいるのかわかんない。何書いたんだっけ。僕、サムさん。サムね。はい、花がないね。まだ花、はい、書いてない、うん。で、コメントでサムって来ちゃって、それで行っちゃったから、はい、だからそこちょっと確かめようと。そうなんです。そして、大輝さん。はい。大輝さんが書いたのが僕、翼ですね、メンバー。翼ね。あ、はい、割と、なんかしっかり書いてたイメージもありますが。はい、僕、ちゃんと時間かけて書いたらうまいとは思います。はい、なるほど。いやだよね、絵心ないと思われるのはね。そうです、時間があったのであれは。うわぁ、もうそれも言い訳なんですよ、あのね、はい、絵下手な人って時間かけても下手なんですよ。え、そうまい基準は何なんだよ、分かりやすい。いや、やっぱ特徴をもう捉えてるっていう、うん、簡単にね、特徴か、ね。まあ、あと伝えたいことが何なのかっていうことが大事。違う、それが絵を、ね、アーティストみたいなこと言う、それらしいこと言い過ぎだって。中身がちゃんとしっかりしてあなた中身逆にないんです絵に。しっかり側だけなんですよ。伝わってる人にはもうすごい伝わってる。本当に気持ちとか。200年後でしょ。200年後です。さあ、ということで僕らもちょっと参加して、はい、僕らもで池田さんね、ちょっと俺、まあでもそう、まあ言ってみれば井出拓の言ったように気持ちよね。いや、そうです。いや、そうですね。俺もね、てかしずるはね、コンビで下手なんですよ。あ、そうなんだ。はい、なんでね、まあね、行きましょう。行きましょう。ちょっと行きましょう。ユーザーの方々にちょっとテーマを送ってもらって、いいですね。その中から一つ決めて、みんな同じやつかと。あ、うん、横見ちゃダメだからね。はい、オーケーです。さあ、皆さんテーマ送ってください。何書いてほしいですか。あ、じゃあみんなバラでいいんですね。いや、みんなで1個にしよう。あ、みんなで1個。冷やすやつがいいな。なんだろう。サソリ。さあ、あれなんだ。サソリ。パンダ。あ、でも。うわ、むずいね。あ、さあ、みかん。白鳥。うわ、むずい。犬。ホッケ。猫。タガメ。ドラえもん。ガチャピン。どれだろう。それここにいる5人じゃなくてディレクターさんに決めてもらった方がいいんじゃない？これみかんとか意外に。いやいやいや、それはちょっと舐めすぎっすよ。それ舐めすぎじゃない？じゃあみかんでいく？いやいや、みかんでひどかったら一番絵心ないもんね。行こう、みかんで行こうじゃん。いや、みかんでもシンプルすぎないですか？じゃあ速攻終わらせよ。嫌なの？じゃあ何秒で書きます？15？ いや、もう 15？何秒上手い人すぐだからね。確かに。あ、そっか、 15でいきましょうか。いや、もうじゃあ数えてください。よーい、いいですか、いいですか、よーい、スタート。10秒前。絶対点々入れてるじゃん。10秒前。4 3 2 1。あ、終わり。はい、みかんはね、みかんはすぐですもん。じゃあせーので、せーのでいきます。せーの。うわ、待って、うわ、なにこれ、なんそれ、やばいって、入れたく、なんでなんで、嘘。みかんでしょ。え、いや、こうどうですか。いや、芋じゃないですか、芋。え、それ何。じゃあちょっと時間あったから長所って影とか書こうかなって。いや、俺も下手だから書いたの。俺も書くの。うわあ、でもこういう葉っぱ、こういう葉っぱついたパターンね、俺。余計なことしちゃうんだよ、ね。いや、でもなんだかんだ池田さんが一番僕みかんらしいと思うんですけど。俺ちっちゃく書いた、やっぱり。じゃ誰が一番絵心ないか送ってください。いや、僕ではないな。いや、アンケート。いや、丸がちゃんと描けないってやっぱり下手だと思うよ。だってこれ立体感ないじゃん、立体感。いや、違うんだな。いでたくはもうちょっと、みかんはこれ何、数で勝負。いや質で勝負しますよ、質で。数で勝負。え、俺絵を 量で勝負してた、初めて聞いたよ。よく15秒で書いたけど。15秒で一番汚れないの誰ですか、送ってください。1位池田、2位村上、3位井出拓、4位テフン、5位大輝です。
もうこれはもう泣いても笑っても、はい、これはなんていっぱい来てる。ユーザーさんですからね。タクヤさんね。いやいや。行きましょう。それでは結果が出たみたいです。どうぞ。はい、入れた72%。違うよ。ちゃんと考えてください。残りの 28% はあ理解してるってことなんです。違う、ポジティブなんです。いや、マジで違う。200年先を生きてる方は 28%。 違うんです、ゆでたくさん、ゆでたくさん、うん、72%、 5人で 72% のシェア、やばいっすよ。やばい。だって携帯会社だと考えたらすごすぎるでしょ。圧倒的シェア、 72% のシェアは圧倒的シェア率。確かに。ゆでたくさんのイチゴに見えるってでしょ。だからそういうことなの。いや、先行き過ぎた。受け手側の受け手側が あれ歌詞と一緒、ミュージシャンが。そう、聞いてくれた人がそういう風に撮ってくれたら、それが作品。そう、もう先に行っちゃってるんだよね。伝えたいことの向こう側までたどり着くっていう。なんかポケモンのたまたまに見えます。見えるな。だけどうまい。でも大きいのもあればちっちゃいのもあるでしょ。みかんね、うん、だから個性だよね。確かに数で勝負したあなただけでしたよ、ね。はい、ということで、ただ 72% でもう井出さんが絵心ないを決定。まあ、2017年はね、そうなんでしょうよ。負け惜しみがすごいよね、やっぱね。で、2207年に評価される絵描くな。さあ、ということで、決定しました。今回は〇〇断然部は絵心内部で、井出拓さんが見事もともとセンターを取ってたのがね、予言したかのように、うん、ね、絵心内決定しましたんでね。はい、ご機嫌ならに井出拓に集まってきたなんか4人って感じ。確かに。そうですよ、井出拓さん。いやいや、今後も1位を取ってよろしくお願いします。みんなで引っ張っていきましょう。おめでとうございます。ありがとうございます。こういうのにね、拝んでる宗教みたいになってきましたから。なんか、はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、いやいや、これ欲しいの、これこれ欲しい人がいたら、プレミアム会員限定コーナーじゃねえ、あれはコメント、運営コメント無理ですか。運営コメントでね、みんな欲しいから聞いてもらって。ああ、欲しい人、え、これ欲しくない人はいらねえって送ってくるってことですか。はい、ただ玄関に置くと本当に悪いものは入ってこないです。魔除け、ないない、魔除け、若干詐欺になってくる。詐欺になってくる。画伯の欲しい。あ、来てる。画伯って誰ですか。メンバーのサインとかね。あ、そうですね。はい。本当にプレゼントしますか。絶対捨てないでくださいね。ね、欲しい手粉の。はい。ほら、あ、手粉の欲しいって。はい、うん、ちゃんとしっかりした方がいいと思いますよ、皆さん。まあでも欲しいってこれだけ言ってますね。皆さん、何、どこにコメントするんですか。この後はメールアドレスと運営コメント、メールアドレスを運営コメントに、ね、うん、載せますんで、そこにメールしてください。お願いします。お願いします。いや、ありがたいね、こんなんでも欲しいって言ってくれるんだから、ね、嬉しいですね。本当だよ。ということで、次回もぜひぜひ見てください。次回は3月7日、19時半から30分早いんでね、断然ライブお見逃しなく。ありがとうございました。ありがとうございました。やっぱプレミアム最高だぜ。